ます。
よし。
な。これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。へえ、本当か？石を祀る洞窟って書いて石子の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか、確かに関係していそうではあるな。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。もうちょうどいいところに。で、ごきげんよう挨拶ですが、驚かれたということはつまりおかしいですか？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だから、それは誰から聞いて覚えたんだ。今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。な、うん、そうだね。って、あれ？ん？どうした？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて、名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているの。そういえばこの前聞かれたの、プレミアというのはどういう字を書くのかって。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まあ、あくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいな。さっきから私を見続けていますが、まだ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さあ、行こう。はい。名前を受け入れるか。本当にそうだとしたら、NPC としての設定が何もないプレミアだからこそ起きたことなのかもな。二人とも準備は OK か？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちも OK。 ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃあプレミアの用事を探しに行こう。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃんの頭見てみて。あ、クエストマーク、発生範囲にたどり着いたか。でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？どうした、プレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。
ああ、もちろん俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？どうかしたの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、わかった。